今日は國學院大學スポーツチャンバラ部舞踏会に宮田真直さんが来てくださいました。気になることがあるので質問したいんですけど、はい、そもそも、数年前のメッセージだったりとか小説現代で、スポーツチャンバラに対してお話をされていたと思うんですけれども、はい、そもそも興味を持ったきっかけとかっていうのは何だったんでしょうか。なんか私の出身国学院なんですけど、国学院 の, その新刊の時期にスポーツチャンバラ部の先輩に、なんかうちちょっとなんか試していかないって試してくれて、やってくれたらお菓子あげるよって言われて、お菓子欲しいですって言って友達と一緒に行ったのがきっかけで、そこでちょっとやらせてもらったのがすごい楽しくて、やってみたいなって思いました。お菓子につられて本当にお菓子につられていきましたそうだったんですね、はい、実際に今日この後スポーツチャンバラ体験していくんですけど、はい、今日の意気込みをお願いします。いやそう、でも最近ちょっとジムに行き始めて体ちょっと鍛え始めたんですよ、はい、だから結構その私あんま体力ないし運動神経あれだなっていう、まあ、ちょっと才能があまりないなみたいな感じなんですけど、はい、そうじゃないよっていうところをここで、はい、スポーツチャンバラの才能があるということを見つけていきたいです、はい、お願いしますぜひでは今から実際に体験してみましょう。行きましょう。簡単にスポーツチャンバラってどんなスポーツかなってところから説明させていただきます。でも先ほど少し説明させていただいたんですけど、基本的にどこ打っても1本になる、体のどこ打ってもらっても1本になるって形で、試合で主に使われるのが今の短い剣と長い剣、はい、それから防具としてこの面を使用します。防具もこれだけになります。で剣道だと結構いろんながっつりやるんですけど、はい、それはなくて、基本的にこの剣というのはエアソフト剣といって、多分空気の中に入れても結構曲がったり柔らかいので、あんまり当たっても痛くないというのが特徴で、はい、基本的に安全なスポーツになります。使うときに注意事項、注意事項が1個だけあって、ここが中の中心に近い方がちょっと硬いところがあるんですけど、ここで当ててしまうと痛いので、できればこの先端10センチぐらいで当てるイメージで、はい、違いますよね、はい、結構ここだと痛いので先の方で打っていただくイメージになります。1本っていうのが、まあ、1点取った価値になるんですけど、どれぐらいで1本になるのかなっていうのは想像がつかないと思うんですけど、基本的には音が鳴るぐらいになるので、この辺ではすごいこれぐらいポンって音が鳴るぐらいに打ってもらうと1本になります。そうすると、この感じのスーって音だとちょっとしっかりと音が鳴らしたい、はい、はい、これが60センチのこれを先に、このスケア
レベルが上がってくるので技術が必要になってくる、はい、種目になります。はい、そうですそうです、はい、そうですね、まあ、狙うのもかなり難しくなる、うん、すごっすごっどこが空いてるんだ、そうです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 、こんな感じで大体スポーツチャンバラはこんなにたくさん組み合わせればあるような感じの、はい、これが紹介になります。はい、はい、ありがとうございます。はい、ではさ、これから基本打ちという練習を始めていきます。これは結構基本的な打ちをまず基礎を身につけていきましょうという練習になるので、はい、まあ、簡単に今回は4つの打ち前を体験していただきます、はい、まず最初にやるのが押さえ面という押さえ、はい、押さえ面という打ち方なんですけど、まず、まあ、押さえ面って言われて面を狙うので相手のこの防具をつけていただく面を狙います。打ち方としてはまず手を前に出して右足に前に出してになります。はい、
手相手の1,2,3 OK です。これも結構見栄えする技なので、はい、これは基本的な打ち方の4つになるので、はい、ネクサスペインスペックすべて注目したので、はい、次は実践ができちゃいます。よし、はい、やりましょう。はい、はい、今から2人の子たちの試合を見ていただく、ちょっとどんな感じで試合するのか、はい、はい、ご覧ください。はい、お願いします。下の方を見るとそっかガベちゃう。そうなんですよ、はい。相手の様子を伺う時間は長かったりするんですけど、決まる時が一瞬なので、はい、その一瞬は見逃せない。でもかっこいいですね。なんか確かってやって決まった瞬間とかやっぱ見るといいなって思う。ありがとうございます。結構あのスピードがあるので、本当にそれこそ今おっしゃった決まるのが一瞬なので、うん、見逃せない、瞬きできないぐらい。本当に、はい、しかもそれまでもか、あ、今ここ呼んだのかなとか、避けたからかとか、そういうのとか見ていくと多分もっと目が投げていくと面白いんだろうなって思ってそうですね、ちょっともどかしい気持ちになりました。ですか。結構見えてたので、ね、あの試合見てた時。本当ですか。よかった。すごいよく追いついてるのがすごいなと思いました。嬉しい。ありがとうございます。結構あの強い選手たちに今試合していただいたので、だんだん強くなっていくとあれぐらいの試合ができるようになる。なるほど。はい、はい、あります。ではこの後早速、はい、実践やっていきましょう。やっていきます。はい、お願いします。お願いします。はい、始めます。互いにね、構えて始め。
入っていくんですけど、はい、合戦っていう試合をやっていきます、はい、今今度、3対3で試合やるんですけど、始まりの合図とかだったら、はい、戦みたいに、はい、バーッと3人で全員で語りに行って、はい、ごちゃごちゃしながら試合してもらって、最後まで生き残った人がいたチームが勝ちになります、はい、誰か1人でも喜んで、はい、最後まで残ったりが勝ちなので、はいはい、チームで協力して、うん、相手を決める、うん、立てて、はい、という感じになります。わかりました。はい。早速やっていきましょう。はい、お願いします。OK、レイ。構えて。始め。
君を仰ぎ見る。そんな庭の底で待つ。今日は体験だけでちょっと触りの声だけだったんですけれども、全然スポちゃんあのめちゃくちゃ奥が深くて楽しいんで、本当に早くこっちの底に来てください。ぜひぜひまたやりたいです。本当にまたもうちょっとね、いろいろ鍛えて練習してもう一回やりたいです。はい、ぜひお願いします。ではスポーツチャンバラを実際に置いてのインタビューになりますけれども、はい、お願いします。お願いします。今日の全体として、うん、触りだけなんですけど、やってみた感想としてはいかがでしたでしょうか。なんか結構こうやっぱ想像してたよりも面白くって、はい、なんかあとは自分でこうやっぱり実際にこう結構最初にちょっと触った曲がちょっと前なので、やっぱりなんかどうなのかなって、大丈夫かなってドキドキしてた部分はあったんですけど、いろいろ触っていくうちに、あ、なんかもっとこういうことやってみたいなとかいろいろ思ったりして、すっごい楽しかったです。あ、よかったです。楽しんでもらえて何よりです。それでは皆さん、まなもさんに、来ていただいてのスポーツチャンバラ体験でした。ありがとうございました。